皆さんこんにちは、ルカチャンネルのルカです。本日はこちら BX23 フェニックスウィング 960GF ということで、こちらの商品はですね、昨日東京で行われておりました G1 大会、そちらの会場でですね先行販売が行われていまして、こちらの方ゲットしてきましたので、ファーストインプレッション開封してね、皆さんにお届けしたいなと思っております。こちらのフェニックスウィングね、めちゃめちゃ昨日も大会で活躍してまして、めっちゃ気になる方もね多いと思います。ただこちらの商品ね、一般販売っていうのは12月27日になりますので、先行入手しない方はもうちょっとね我慢していただきたいんですけれども、ルカチャンネルの方で先行レビューやっていきますので、楽しみにしてきてください。それではね早速やっていきましょう。はい、ということでこちらね、ついに来ました BX23 フェニックスウィング 960GF、 こちらをね開封していきたいと思います。さあ今回いよいよね、メタルコートレッドカラーということで一般販売で今後発売されていくんですけれども、さあどのような見た目になっているのかめちゃめちゃ気になるところです。で一応ですね、使用ブレーダーの方こちらの方になります。藤原バーン使用モデルということになっております。このね白い髪の毛の長髪の方ですけれども、コロコロコミック読んでおられる方はわかると思うんですけども、この方がね今登場、まさしく今まさにしてるというところなので、ぜひチェックしてみてください。それでは中身開けていきます。おっといいね、めっちゃかっこいい。ちょっと一回全部出していきますか。じゃあまずはですね、こちらまずストリングランチャーですね、こちらレッドバージョンということで新しいストリングランチャーのカラーが登場です。はい、こんな感じになっております。レッドカラーのストリングランチャーね、これねかっこいいんですよね。普通にレッドカラー、今までブルーのもの、僕ブルー好きなんでブルーが一番タイプなんですけど、レッドカラーもめちゃめちゃこういいっすよね、熱い感じで。はい、なんかね今ちょっと引いて思ったのが、若干この引いた感じすごいなんか重たい感覚があるというか、他のねストリングランチャーに比べたら若干なんかこうバネの戻りがめっちゃ速いみたいな、バネが強いのかな中の、そんな感じの今パッて握ってね、そんな印象だったんですけど、なんかこんなに重かったかなと思ってるんですけど、はい、まあこれはねちょっといろいろ触っていくうちにいろいろ分かると思いますので、後ほど見ていきたいと思います。それでは大本命です、本体のベイブレードの方見ていきます。まずはねビットとこちらギアフラットというビットですね、これもちょっと後で詳しく見ていきます。でこちらラチェットはですね960ということになっておりますが、こちらもなんかすごいギザギザしてますね、ちょっと後で詳しく見ていきましょう。ではい、来ましたよ皆さん、こちらねめっちゃかっこよくないですか、これフェニックスウィングですけれども、はい、こんな感じの見た目になっております。メタルコートレッドカラーっていうのはまずかっこいいですし、この色合いがねめちゃめちゃもう神々しいと言いますか、はい、超かっこいいですね。それではねちょっとパーツの方一つずつ見ていくんですけれども、まずねこちらね、こちらのパーツから見ていきましょう。こちらがですね、ビットの、ギアフラットというパーツになっております。こちらの性能はですね、詳細をちょっと見ていくんですけれども、ギア軸を先端まで延長した設計でエクストリームラインにかかりやすく、さらに高速のエクストリームダッシュを実現ということで書いておりますが、このね分かりますかね、ビット、今までのねビット、ちょっと例えばフラットビットを出していきますけれども、こんな感じでねこの先のもうほんと先端の方までこのギザギザがついてるよということで、こんな感じね、わかりますかね。なのでスタジアムにこれがシュートが放たれた後にエクストリームラインにすぐかかるような設計になってるということなので、めちゃめちゃね暴れ回ることができます。はい、
でもちろんこれバースト耐性は両方ね同じくこのぐらいの厚みの、ここのシャフトの部分のね、デコボコになっているので、まあ、これがラチェットに噛み合ってバースト耐性はまあほぼ同じぐらいな印象ですかね。はい、まあ、一応これがギアフラットという新パーツね。めちゃめちゃこれなんかあれだよね、こう見て見て、こうこんな感じなんだけど、なんかちょっと今までのパーツには全くない形状でね、かなり異様な感じですけれども、はい、ちょっと後でどんな動きをするか楽しみです。そして次はラチェットですね。こちらはラチェットの960ですね。こちらの性能はですね、ベイを低めにセットするパーツ、連打に優れた9枚刃を採用ということになっております。9枚刃ね、今までの、例えば、360を出していきますけれども、こちら360は刃がここのデコボコのね、突起してる部分が3枚刃なんですけれども、その刃が、9枚刃ということで、1枚1枚の刃が細かくなって、こんな感じで9枚刃ということで、はい、このようにねギザギザした形状なんですけれども、はい、こちらね、あの一つ一つのこの、デコボコになってるところがそんなにね、見た感じ、あの触った感じもそうですけど、そんな大きく尖ってるわけではないので、めちゃめちゃこれ優秀なパーツになるんじゃないかなっていう風な予感がしております。はい、まあこれも後で詳しく見ていきましょう。そして最後、皆さん一番これはまあ気になってるところだと思うんですけども、こちらがブレードのフェニックスウィングですね。こちら、高速×重攻撃ということで、高速で走りやすいビットに重みのあるブレードを組み合わせ、重量級のエクストリームダッシュを実現ということになっておりますので、あの重さをね早速後で測っていくんですが、まあ、見た目はまずめちゃめちゃ本当にもうかっこいいと、とにかくかっこいい。でこのカラーリングも、レッドカラーね、メタルコートレッドカラーということで、あのコバルトドレイクはブルーですけど、今度ねそれの反対色のレッドということで、それに対抗するような形で登場しているんじゃないかなと思います。裏側見るとこんな感じでね、黄色い感じのクリアのカラーになっております。はい、まあこの強さはもう正直、あの G1 大会僕ずっとねもう予選から見ていましたけれども、このベイブレードが出てくる時の、まあ、会場の盛り上がりもそうでしたけど、実際こいつの強さっていうのはもう僕はね、あの最速でもう目の当たりにしていますので、もう決勝戦でももう最後の最後までもうこいつがいい勝負をやっぱ見せてくれまして、本当にねめちゃめちゃかっこよかったです。このベイブレードね、多分あの皆さんすごくね、あの気になってると思うので、あの発売したらね、あのお店の方行ってね、あのぜひすぐにゲットしてみてください。それじゃあね、重さをちょっと測っていきましょう。はい、それではねパーツの重さを一つずつ測っていくんですが、まあ、まずはねもう皆さん一番気になってると思いますんで、こちらのフェニックスウィングね重さ測っていきます。 37.92g かな。でもこれ多分ね 38g 台っていうものが多く存在してるかと思いまして、たまたまちょっと 37.91 ということでちょっと軽めなのかなっていう感じなんですけど、個体差によっては全然重さがあの 1g 変わってくるものもあるかと思いますんで、おそらくね実際 38g 台っていうのは皆さん多く手にしてる方が多いんじゃないでしょうか。でね、この 38g 台がどのくらいの重さかと言いますと、これ今回お借りしているんですけれども、コバルトドレイクが 38g なんです。なんでこのコバルトドレイクとほぼ同じぐらいの重さになると言っていいんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ということは、まあ、分かるようにめちゃめちゃ重たいんです。ドランソード測っていきますと 34.81、まあ、ドランソード個体差によっては 35g のものもありますけれども、まあ、それを見ても 3g 以上重たいっていうことが分かります。なんでこのフェニックスウィングはめちゃめちゃあの一般販売でこんな重量級のパーツが手に入るっていうのはなかなかレアなことなのかなと思います。一応ラチェット測っていきましょう。 6.19 でこちらね360 6.32 で次コバルトドレイクの460
6.27。 まあラチェットはそんなに大きくね変わることはないんじゃないかなと思いますけれども、最後ねビットの方もねちょっと見ていきましょう。ビットは、2.28 ですね。次フラットビットが2.23。 まあおそらくビットもそんなに大きくね個体で変わるものはないかなというふうに思っております。はい、まあこんな感じで重さを測っていきましたけれども、はい、どうですかね。これねやっぱ、重量級って言ってるだけあってめちゃめちゃ重いですし、でこの歯の形状っていうのもねこう分かりますかね、こう上に上がっていくような形状ね、相手をもう上に弾き飛ばすような雰囲気がしておりますけれども、どんなねバトルになるのかっていうのをちょっと見ていきたいなと思っているんですが、はい、一回ちょっとこれ閉まっていきます。はい、それじゃあね最後にこちらパーツを全部ね組み上げていきましょう。まずラチェットを取り付けますと、で最後にビットを差し込んで、めっちゃ硬い、いいね。こちらがフェニックスウィング 960GF ということで完成しました。まあこちらは本当に強さはもう G1 で見てしまっているので僕はなんとなく分かっているんですけれども、まあ、実際にねバトルしてどうなのかっていう動きを含めてね見ていきたいなと思っております。それじゃあやっていきましょう。はい、それではねまずはこちらのねフェニックスウィングですけれども、最初のシュートやっていこうかと思います。それではファーストシュートいきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。音がやばい、おっと超激しいんだけど。はい、という感じでね今シュートしていったんですけれども、音がねめちゃめちゃかっこよくない、今のキュイーンって音。まあそんな感じでちょっと早速ねバトルの方をやっていきたいと思います。まずはこちらドランソードデフォルトね、まずはこちらのドランソードとバトルをやっていきたいと思います。それではいきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。おっと攻撃がかわしたドランソード。お、持久勝負は、持久勝負どう、マジで強いきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。うわエクストリーム、いきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。やばいやばい強い、やっぱこれ重さは強いわ。さあ最後スピンフィニッシュ。はい、続いてはこちらヘルズサイズとバトルをやっていきます。いきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。跳ねる、オーバーフィニッシュ。いきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。あば、エクストリームフィニッシュ。はい、続いてはこちらウィザードアローとバトルをやっていきます。いきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。うわボコボコ、スピンフィニッシュ。いきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。エクストリームフィニッシュ。はい、続いてはナイトシールドとバトルをやっていきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。エクストリームフィニッシュ。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。さあスピンフィニッシュ。 OK、 続いてはナイトランスとバトルをやっていきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。うわ強いの入った、耐えれる、めっちゃ飛ばされてるよナイトランスが。スピンフィニッシュ。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。エクストリームフィニッシュ。続いてはシャークエッジとバトルをやっていきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。アタック対決、おっと当たるとやばいね、激しいね。スピンフィニッシュ。いきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。いきなりオーバーフィニッシュ。続いてはレオンクローとバトルをやっていきます。レディーセット3、2、1、ゴーシュ。
お、エクストリームフィニッシュ。いくか。スピンフィニッシュ。続いてはバイパーテールとバトルをやっていきます。レディーセット、3、2、1、ゴッシュ。ファーストフィニッシュ。レディーセット、3、2、1、ゴッシュ。さあ来るぞ、めっちゃ飛んでくるぞ。オーバーフィニッシュ。続いてはライノホーンとバトルをやっていきます。いきます、レディーセット、3、2、1、ゴッシュ。うおー、ライノホーン耐えれるか。うわ、スピンフィニッシュ。いきます、レディーセット、3、2、1、ゴッシュ。早い。うわ、一撃が強すぎなんだよね。スピンフィニッシュ。続いてはドランダガーとバトルをやっていきます。いきます、レディーセット、3、2、1、ゴッシュ。おっと、アタック対決。おっと、スピンまさかのドローかな。レディーセット、3、2、1、ゴッシュ。うわ、跳ねたね、飛んだね、不死鳥飛んだね。スピンフィニッシュ。レディーセット、3、2、1、ゴッシュ。強いわ。スピンフィニッシュ。それではラスト、ヘルズチェインとバトルをやっていきます。いきます、レディーセット、3、2、1、ゴッシュ。飛んでバーストフィニッシュ。レディーセット、3、2、1、ゴッシュ。エクストリームフィニッシュ。ということで皆さん、今回こちらのフェニックスウィング 960GF ということなんですけども、いかがだったでしょうか。動画見ていただいた方ね、分かると思うんですけど、めちゃめちゃね、やっぱ重いので、相手を簡単に弾いてしまいます。なので軽いベイとか相手だと本当ね、全然飛んでいかないですね、逆にこっちは。なんでアタックタイプとして使うんであれば、やっぱりね、エクストリームダッシュをして相手にバン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 ぶつかれるようにね、カスタムしていくと、めちゃめちゃ相手をね、アタックで弾き飛ばすことができるのでいいかなと思うんですが、ただこのGF ね、ビットなんですけれども、シュートをめちゃめちゃ強く打てばいいもんでもないかなって思ってて、まあフラットに強くシュートを打ってエクストリームラインにね、衝撃の一番マックスの加速力で行ってしまうと、ちょっと若干自滅してしまうのがちょっとリスクかなっていう感じ。何回かね、やっぱ自滅してるのもあったりして、1人で回したんですけど、まあそういったところはね、使い慣れていくうちにだんだん個性とかがね、見えてくると思いますので、まあそういったデメリットなんかをね、解消していけば全然使える、アイテムになるんじゃないかなというふうに思っております。あと、ラチェットね、960ですけれども、おそらくこれはかなり優秀なパーツになるんじゃないかなというふうに思ってます。まあパーツは本当にそれぞれがめちゃめちゃ優秀なパーツで構成されているので、たくさん買ってもね、全然予備として持ってても、まあ、あとはこのブレードってレッドコートになってるんですけれども、やっぱりね、どうしても剥がれていってしまうっていうね、ちょっと切なさがあるんですよね。まあ新品の状態めちゃめちゃやっぱ綺麗なんですけど、まあ、使い込んでいくうちにその傷になって塗装が剥がれていく、まあ、そんなところも自分オリジナルのね、世界に一つのベイブレードとして、まあ、愛着を持っていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、こんな感じで本日も動画最後までご視聴いただきましてありがとうございます。こちらのフェニックスウィング、一般発売日は12月27日なので、まだ持ってないよっていう方はね、ぜひその日まで楽しみにしていただければと思っております。はい、このルカチャンネルではですね、ベイブレード X の最新情報や、まあ、最近はシネマティック動画、それからですね、イベントに行った際の映像も配信しておりますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ルカチャンネルのルカでした。バイチャー。